岡市のある保育園で食育イベントが開かれていました。子どもたちぎこちない手つきで何か切っています。よく見ると生野菜のようです。そう、できたよ。上手上手。もうちょっと大きくてもいいよ。このイベントのテーマは野菜嫌いを直そう。生野菜が苦手な子どもたちにその野菜嫌いを克服してもらおうというイベントです。主催したのはドレッシングで有名な株式会社ピエトロ。福岡からその名を全国に轟かせている企業です。今やドレッシング界の一大ブランドとして知られる同社ですが、その始まりは35年前、小さな一軒のレストランだったといいます。全く何にも分からない、ゼロからやからね。大事に育ててきたから35年続いたわけだね。今回のカウテレビ企業密着ドキュメントでは、福岡が生んだ全国ブランド企業株式会社ピエトロに密着し、35年の長きにわたって愛され続けるその理由に迫ります。株式会社ピエトロは福岡市に本社を置く東証一部上場の食品メーカーです。ピエトロといえばドレッシング、通称オレンジキャップは1981年に発売されて以来ずっと愛されてきたロングセラー商品です。ピエトロの事業は大きく3つ。まずドレッシングやパスタソースを中心とした食品事業、2つ目は創業当時の味を守りながら新しい美味しさや楽しさを提供するレストラン事業、そして3つ目がダイレクトマーケティング事業。ピエトロが強みとするレストラン発祥の美味しさとおもてなしを通して新しい価値をお客様に直接提案することを目的に新たに立ち上げられた事業です。ドレッシング、パスタソースに続く第3の柱として、2019年には1日がハッピーになるをコンセプトとしたスープのブランドピエトロ・ア・デイを発表しました。このように食品の製造から流通、販売、直営店まで幅広く手掛けている福岡が生んだ全国ブランドの企業、それがピエトロです。ピエトロの創業は1980年、始まりは一軒のレストランでした。当時オーナーシェフとして厨房に立っていた村田社長が、スパゲティが茹で上がるまでの時間をお客様に待ってもらうために出していたサラダ、そのドレッシングが評判となって誕生したのがピエトロドレッシングでした。その美味しさを受け継いでいるのがピエトロの社員たちです。こちらは入社7年目、営業部のリーダーを務める森山さんです。ドレッシングをはじめとした商品をスーパーやデパ地下の売り場に並べるために提案や交渉をするのが仕事です。この日は九州有数のスーパーマーケットハローデーのバイヤーさんへの提案のようです。チーズドレッシングなんですけれども、コレステロールがゼロ、卵を使っていないってところです。結構お肉とかにも合いそうですね。そうですね、ローストビーフのサラダだったんで、うんうんうん、そういうのにも合いますし、お客さんが呼べる商品ですよね。間違いない商品ですよね。本当に九州の中ではピエトロドレッシングって知られない方はほとんどいないので、そういう部分でピエトロっていう名前で仕事を、まあ、営業させてもらってると、やっぱどんな会社でもいろんな人からもこう対応をしっかりしてもらえる、そうやって仲良くなることによって、まあ、そのバイヤーと言われる方といろんな売り場作りであったり一緒に成功させていくってことができるので、まあ、僕自身食べることが好きなので、そうやって美味しさをこう追求することができる仕事っていうのが非常にやりがいがあることかなっていうふうに思います。こちらも同じく食品事業部の明石さんです。この日は佐賀県内のスーパーマーケットで試食販売をしていました。これ炒め物とかにも使えるし、あと唐揚げとかチャーハンの味付けにも使えるので、こっちが美味しいと思ってもお客様まで美味しさが届かないと、まあ、私たちの仕事の意味がないので、その特に子供とかお子さんが食べて美味しい、お母さんこれ買ってとかっていうのを見ると、やっぱりこうお子様から大人までこう好きになってもらえる商品だなっていうのが分かる。
ピエトロが大切にしている価値観の一つに2という数字を大事にするというものがあります。2回目のお客様、2回目の来店、そうした2があって初めてピエトロのファンが増えていくのだという教えです。ピエトロファンを作っていくっていうのが、まあ、営業として、まあ、会社全体で大切な目的でもあるので、まあ、そのどん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 売ろう売ろうっていうよりも満足してもらえるようにいかにお客様にとってよくてなおかつまあピエトロにとってもいい状態になるかっていうのを考えながら営業するようにはしてますね。ピエトロドレッシングの工場には創業以来の味を守る品質保証室があります。ここで働く久島さんは毎日数万本製造するドレッシングに味のブレがないかチェックするのが仕事です。1本目と3000本目、あとまあ1万本目ってあってその日にできた味のブレがないかっていうのも確認してる。やっぱうちは美味しさで勝負をしてるんで、ブレずに作ることが製造家の使命。ピエトロでは原料の配合や分量といった数値上のチェックだけでなく味を実際に人の舌で確かめています。これを官能検査と呼ぶそうです。この原点にあるのが創業の精神。村田社長が一本一本手作りでドレッシングを仕込んでいた当時の味と思いを今も大切に守り続けています。合言葉は工場は大きな厨房。手作りにこだわるポリシーの象徴です。工場やないよと、大きな厨房なんだと、だから少しの量をたくさん作ると。九州や関東、関西などに広く店舗を展開しているピエトロレストラン、その一つ長尾店で店長を務めている中村さんです。厨房からホールまで幅広くこなす傍ら、スタッフを指導しながらチームでお客様の感動を生み出そうと日々奮闘しています。ここがちゃんと平行に、はい、平行に、それが平行に、はい、あとは住まい、はい、OK 店長はすごい気さくで面白くて結構独り言が多いです。そのお客様にみんなで満足を与えるっていうその一体感というかそういったものを感じられて、仲間との仕事といいますか仲間との働き方というのが非常に自分にはあったなと。中村さんはピエトロレストランの店長という仕事について味やサービス、雰囲気を作るだけでなく店を任されて食材の発注から売上の管理までまるで経営者のような感覚で仕事をしているといいます。トータルマネージメントといいますか、まあ、ちょっとした会社の社長みたいなポジションなので店長というのは非常に奥が深い仕事で、自分で経営判断して業をかけるっていうのは社員にはゼロからいろんなことに携われていってるけど、それをうまくやれたっていうことに対してやっぱり次の自分の自信になってね。2014年10月、ピエトロはイタリア・ミラノでドレッシングの販売を行いました。創業者の村田社長の陶芸展に合わせて行われたものです。この時、念願の海外にピエトロドレッシングを広めるという役目を担ったのが人事総務部の田島さんです。やっぱり現地の方々ってオリーブオイルと塩コショウの文化ですので、なかなかドレッシングって接しないようなんですね。一口でもいいからちょっと食べてみてくれと言って食べてもらったところ、顔が変わって表情が変わって美味しいと。この日田島さんの姿は福岡市のピエトロレストランにありました。田島さんはレストランでの勤務を経て現在は人事総務部を任されています。この日は店舗で新人との対話のようです。現場で学べることってお客様の声が生で聞けるっていうか、ね、自分 の, こうあのネタたくさん持ってたらいいと思います。生かしてほしいなと。現場が働きやすいとか稼ぎやすいとかやりがいを感じるような会社にしていけるように少しでも力を注ぎたいなとは思ってます。今日より明日が新しいっていう言葉があるんですけども、ピエトロってやっぱり何か新しいことをしてると
ということは会社の基本方針としてあるんですけども、レストランからちょっと経理に移るときにはですね、やはり新しいことへの挑戦ということで改めてですね、頑張らなくちゃいけないなとは、はい、思いました。福岡の陸の玄関口 JR 博多駅前に長い行列ができていました。これはピエトロが仕掛けた食育イベントです。創業35周年の記念事業として野菜嫌いを直そうというコンセプトで、全国の商業施設や幼稚園をめぐる35カ所の食育キャラバンを実施しました。子どもたちが美味しそうに野菜を食べる様子に、社員たちもピエトロという会社の社会的な価値に改めて気づいたようです。頑張って一かけ食べれてたので、それは本当に良かったなと思いました。お母さんにも報告するって先生もおっしゃってたので良かったです。子どもの頃野菜嫌い、野菜食べてなかったけど、母親がこれでかけてくれたら食べれるようになったっていう話はいっぱいあったけどね。子供を育てるという意味ではね、やっぱりこう感激っていうのを与える、まあ我々もその一部だけどね、おいしいということにね、一緒になってやりたいなと思ってるわけね。ピエトロではお客様を大切にするのと同様に、共に働く社員を大切にしています。その表れが秋に開かれるピエトロファミリー収穫祭です。のこの島の自社農場に社員とその家族を招いておもてなしをするというものです。でかいでかい、見てお母さんでかい。ご家族で来てもらって、そして楽しんでもらう、これが一番最初の趣旨だった。創立以来アットホームな会社だった。社員がずっと皆さん引き継いでくれてるので、多分こういうことをするとみんなすごい張り切るんだ。始まりは一軒のレストラン。創業当時からのピエトロスピリッツは35年が経った今でも社員一人一人の中に息づいています。ピエトロの物語はこれからも続いていきます。やっぱりピエトロっていうブランドを私は私なりに育ててきたと思うし、これをまあ世界に通じるブランドに、ピエトロって何の会社やったかね、ドレッシングの会社よってこう人がポッと答えられるようなブランドに、まあみんなが育ててもっと広げてくれたら嬉しいなと思うけどね。